どうもこんにちは、まつさんです。今回は、マルチプレイを初のマルチプレイちゃおう、インターネットでオンラインプレイを今からしていきたいなと思います。でも早速ジェシコさんが入ってくれました。何やって道が何ですか？ハンターラム120、めっちゃくちゃ強いやんが。なんか棒読みやな。は？え？どういうことだ？なんか棒っぽく聞こえたけど。どういうこと棒っぽく聞こえた？なんかめちゃくちゃ強いやないかみたいな。タカ、それはタカやからやろな、そういう風に感じてます。俺の耳おかしかった？そうやろ、もういつもおかしいこと言うやんかよ、タカ。例えば？いや、例えばとかもうええから、とりあえず俺飯食うから。飯美味しかった？これあれか、まあはルフルフかい。ルフルフ、よし行こうかい。ルフルフ、よし行こう。なんかこれもう1点かな。まだワン設置しません。なんか間違えた。よっしゃ、めっちゃ強そうな人やな。ハンターラム120なわけやろ。攻撃がついてそう。これもしかして武器とか何も制限してへんから速攻で終わるパターンとかじゃないやんな。それはないやろ、お前みたいなザコシの終わるかいな。俺は弱いからな。うん、 でも強かったら速攻終わるとかない？いやー、そんなことはない。結構かかる。結構あはー、お、え、早っ。8分ぐらいちゃうかな。地球にいた時めっちゃ早かったよ。よっしゃー、行こう。早しめえな。体力マックスあるから6分ぐらいか。6分ぐらい。とりあえずトリマも特攻していこう。俺死なへんかったらいけるっぽいから、今回は。オッケー、おった。8番。8番。お、こうか。8番。来ました。ショート。タカ。え？え？8番ショート、タカちゃん。ショートちゃうな、俺。どこなん？俺、センター？ベンチでんちゃん。どこやったん、ポジションは。ポジション、外野。うわ、やばい。うわ。お、乗ったぞ。乗った。ナイス、タカ。いきまーす。タカ、ちゃんとカウントダウンしてくれよ、最後、言うとき。3、2、1。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、おい、おい、ラーあああ吹き飛ばされて。おい、やばいやばい、吹き飛ばされ。おい、よっしゃ、よっしゃ、ザ・アップカブリンですよ。今や、危ない、やばい、やばい、え、やばい、死ぬって。まずやばい、ほんま頼む。シムシム、ああ、シムシム、これはやばい、ほんまにやばい。あ、お、乗った？ナイスや、助かった。もらったで。いや、マヒット、これマヒットの時って治るんやったっけ、適当に動いとったら。よっしゃ、時間だったら治る。なるで、電撃やられ。いやー、なんか耳栓とかつけたらええらしいな。うん、耳栓とかでスキルであるんて。スキルである。マジでプライベートで、プライベートで。それイヤホンちゃうんけ。アホがだな。まあそうとも言うけどな。おお、あ、今やチャンス。なんか今日素直やな。今日結構、おらー、素直、いつも通り。また叫びが鬱陶しいぞこれ。うわー、やばい、なんかないなと思った。音声が。あるんか、音声あるで。今もう、映って、バリバリ映ったんじゃん。まあ、いいか。お前、音声あったわ。じゃあね、フルフル。うわ、なんか油断しとったしよ。そうやな、音声確認しとったもんな。フルフルは BGM ないねん。だからなんか違和感をずっと覚えとったん、さっき。なんで音楽ないんかなって。じゃあ、まあ、フルフルの声も聞こえへん。そうやな、この武器の音とか聞こえへんな。無音やで。うおーとか、なんか無音で。ほら、おお、あ、でもめっちゃ大きい役とかあるから全部もらっていってやろ、これ。俺が。そんなもっとも一緒やもんけど、回復する前に死ぬよ、お前。いや、携帯食料とかあるから、全然ちゃうやん、それは。あ、やべ。やばい、でも終わってまうかもしれんから、急いで行こう。いい気まんでー。こんなすぐ終わらん。よっしゃ。結構意識高いやろ。よっしゃ。最大値増やすやつほんま欲しいんやけど。飛躍やろ、飛躍、飛躍。やばいやばい。飛躍欲しいな。危ないぞ。飛躍はな、作るのな、ちょっとめんどくさいからな。むずい。いや、難しくはない。すぐ作れる。めんどくさいだけ。集めるんが？うん。ほんまなんか音が全然ちゃうから、フルフルだけ。なんか無音に近いような感じやん。これちょっと無音にしたらミスっとるわな。そやな。なんでなんやろな。
せめてなんかかけてほしいかなって。目が見えてへんからあれなんけ、そういう感じなの。優しいけれどお前に夢中、ギャランドゥタガンドゥタガンドゥタガンドゥ。なんでなんでやねんこれ。タガンドゥってまずなんなんタガ。知らん。え、なん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 か言ってんの。なんかなんやねんそれ。ごっつい掴み始めていきなり。いやははもう一回もらいました。急げ。ああ、落ちる落ちる。これ俺の画面やから何も今な、あれやもん。あ、バトルしとかんないもん。もう、声だけしか入ってんの。よし、行こう。着きましたよ。あー、こっからや。おー、やばない、やばいやばい。吠えすぎない、落ちた、もしかして。めっちゃ吠える。めっちゃ吠えるな、こいつも。吠えるやつほど。マイさんみたいな、俺。吠える。吠えへんやん。吠えるやつほどマイさんっぽい。おらーマイさんや、吠えるやん。うん、吠える。あーほら。あれ吠えるって言わへんだが。叫ぶやから、あれは。だから。一緒一緒。ホイールの叫ぶ分にチャージだから。来た。何が来たん？乗れる！乗ってくれ！わあ！お？食われそうなんだ、さっき。はっ！これなんかバズっとる？バズっとる？ああ！お前さんやばい。危ない。やばい。やばい。きっちり回復して、俺はほんまに負けへんもん。どうだで？もう回復しよう。あの電撃クソ強いからな、ほんま気をつけなあかんもん。痛い。お、回復してくれ。もう回復してくれよ。なんかあの装備スキルで広域化って言って、うん、あ、いいぞ。回復したら、いいです。回復したらみんなも回復できるっていう能力ついとね。良すぎない、その能力。うん、めっちゃええやん。うまい、チャンスや。あ、罠仕掛けてくれた。よっしゃ、これジェシカさんめっちゃ生きてるな。ありがとうございます。あざっ。あ、タカだ、俺レベルちゃうまね。ほんまな、そうやな。タカだ、何番だよ、最初3番。いやー、ハンターランク100何番だったっけ、前やった時めっちゃ高かったやろ、確かタカの139ぐらい。多分これジェシカのあれやな、4つ目くらいのアカウントだよな。4つ目。もう一応3つまでしか作られへんけどな、これ一応。あ、ほかだから、ほらー、あと2個持ってめちゃめちゃやり込んどやん。やり込んどる、それ。あ、やばい、耐久度がやばい。あ、みんな一番弱いアカウントでこれっていう感じが。そうだね。あ、なるほど。ただの言ったら170やるでみたいな。全然やだな、ほんまに。確かにな。もうどうせなんかあれや、3人の力から270もいったやろな。わー、もうそれ以上言わんとて。おお、頼む、早くこかしてくれ。あー、こいつマジでなんかその、うわ、まだ振り落とされとや。あれだよ、ふべし、ふべしみたいな感じやったで今。ふべし、あー、あべしやん。あべし、ふべしないんかな。でもなんかありそうな。あー、またやばい。いや、一撃なんや。ちゃんと HP 回復しとこ。いや、回復しとったで俺、ほんまマジで。マジやばい、やばい。これはちょっと俺のせいで、またもや、マジでピンチになった。あー、またジェシカさんがやばい、落とし穴仕掛けてくれよ。ちょっと待ってくれ、ほんまに。おー、あー、きついわ、情けないわ。来た、うまい。結構もう減ったわ、 HP は相手の。もうちょっとちゃうか、このプレイよ。これは俺が目指したプレイング。おお、ジェシカさんって一回もほとんどダメージ食らってんの。結構食らったんか。いや、避けたん。結構いや、食らったわけない。もうダメやで。もうダメやで。これ HP 減ったわやん。これ自分で減らしてんね。ほんまな、いや、さっき爆弾食らったもんな。あ、前さんの画面ないから見えへんかんのか。爆弾食らったんじゃない、食らうなんかせえへん、そんなこと。自分で爆弾を受け取ってんじゃん。おう、力貯めるために。カジバ、カジバで、バーサクモード入れた。くっそ、ほんま、これ防御弱い、俺のダメージを一発は耐えれるようにしたい、ほんまに。最初に死んでまうことがいたんやな。来た、俺もう3択だ。パスがあると、あ、ここ掴めれるんじゃん。ちょっともう、待ってくれよ、まだ。いや、もうここで倒せない。あー、足引きずっと、もう捕まえれる。捕まえれるけど。もうこれは捕獲やったっけ。え、捕獲け、ちゃうやろ。ちょっと待って、見るわ。クエスト確認。あー、逃げた。討伐じゃなくて、ジェシカさんが使うわけないわ、向こう。そうやな。バカな、そんなこと。そんなこと分からんのか。オッケー。狩猟や。どっちでもいける。プロのハンターは罠2個使ってということは、もう撃破以外ないんやね。なるほど。そうな。でも、プロは、なんか、トラップツールとクモの巣とか持ってくる人おるけどな、時々。バカやな。ほんまのプロケ。高くどれくらいや、今。ほんなら、素材持ってきたり、高速なんかせえへん。
ほう。自分の持っこうやつだけで戦うから。なるほど。もう素材持っていくじゃん。そんなもんお前。なんかあるよ、するようなことやろ。おう。ちょっとほんま近づかんとこほんま知られへんもんな、さすがにこれ。あらい。じゃあ、そろそろクリアしたらやばい。危な。いや、危なよ。危な、俺一瞬自分が死んだと思った。死んだと思った。お前だけは、大事に。お疲れ様でしたー。お疲れやな。お疲れ様でしたよ。何やって？お疲れでしたー。お疲れ様でしたー。やっぱあれやな、俺と動画の。アルビナイクス。結構早なるな。そうやな。アルビナイクスレアな。やっとあれやな。同じレベルでやれる。アルビナイクスや。楽しいな。ほんまに。今までなんか隠し楽しかったけど、俺もそんな感じや。辛かった。やっとほんまの。やっと枯れる。やばな。いつまでもあれやで。見て、素材すら取ってへんねんな。え？素材取って、俺は踊っとるもん。踊っとるもんな。これどうやって踊るんけ？な、教えたれへん。なんでやねん。俺も踊らせんかい。これパンチでダメージ食らうんやろ。パンチで相手倒せるもん。ランボスぐらい。どうなんやろな。キックしよう、キック。シャドウ。ほら、キック1ぐらいちゃうかな。1って何なの？切り割れ何なの？ダメージ。わからん。大剣かっこやな。1ではない。これはなんか。ふいふいふいや。よっしゃー。ランボのスピードめっちゃ上がったね。11分。上がりすぎや。もうワンクエいける？もうワンクエいけるわ。ではでは、いや嬉しいね、今回はやったな。今日からオンライン解禁や。そうやな、もうこのメンバーでやっとらへんの。このメンバーでやっとらへんの。きつい。一人で一人じゃん。一人やんか。俺やな、もうやんけ。分からへんか。そういうライナーブラウンみたいな。ライナーブラウン、ライナーブラウンの中にどこの馬の骨か分からへんやつ。俺になるの。タガンドゥ、チャガンドゥしかおれへん。いやでもギャランドゥそんな生えてへんけどな。タカンドゥ、うん、タカンドゥけ生えてへんとは言えへんけどな。そんなに生えてない。薄ギャランドゥけ、薄ギャランドゥ、ふん、薄んでる。よっしゃ、次誰も聞きたくない、そんな話。なんか黄色出たんやけど。お、ピンク。おお、研究ゲストちゃうんかな、これ昆虫、昆虫を見つけたりとかいいよな、これ。昆虫だから借りなさい。関係ないやん。絶対昆虫ちゃうやろ。ジョイ。はーい。え、まだ出てへんってことなのかな。どれなん。いや、多分出とうで。でも、緊急クエはないで。まだ緊急クエではない。席取るなよ、飯に。どれなんだ。あ、そ、ここ特等席やった。これやったっけ。それ。ゴアマガラ。それか、なんか右。お、食材がやばいぞ、今見た。どれよ。恐竜センス、届きあり。恐竜センスと、食材がやばいぞ。どれそれ。一番下。あ、これか。違いすぎ。それか、その一個左のやつ。ゴアマガラ行こう、とりあえず。オッケー。じゃあゴアマガラ行きます。ゴアマガラ、モンスターハンター4の主役やな。あ、そうなん。あの黒いやつやんな。うん、俺の装備ゴアマガラやな。そうやな、ゴアマガラの上位者欲しいやんな、俺。ヤフー、うん、ゴアマガラはさっきのやつよりやっぱ強い。あ、なんかチャットでそんなん使う。え、あれ、あ、なんかピカッと、ピカッと、マネさんもらいに行きんか。プレイ。あ、そう。基本的にエグレだ。どうやってもらう？多分飛躍やと。どうやってもらうん？丸丸。これ分かんないんじゃない？でも丸押しにもらわれへんけど。あ、これ。どうなって？終わった。あ、これ誰か。何やった？光にくれよったじゃん。何やねん。あ、お前。あれ、もらわへん。次、まえさんちゃん。お前が。まえさんが物欲しそうな目で。あれ、まず、引っ下げてもらった。お前、困って音で、お前、ええわ、もう、とりあえず。あ、ほら、持ってへんやん、光がグレード。あ、マエスさんちゃん、やっぱり。じゃあ、マエスさん、マエスさんでええやん。じゃあ、今、飯食うわ、俺、とりあえず。なんでやん。いや、だってさっき、くれへん感じやったから、とりあえず、一旦飯食っとこうかな。あ、ほら、ええな。ありがとう。行き過ぎです。この時のためのことだよ。おぉ。いや、ええな。さっき、俺、打ったやん、自分で。いい薬です。俺、打つ。いい薬です。前からあったような気もせんでもないけどな。今だから何でも噛んでもあれやな。いい薬ですって、ええセンスしとんな、言葉。はい、ガイジャイチ、もういけるんこれ。おお、あ、もらった。俺がありがとうございましたって話、定型文編集しようと思ったら、これあれやれ、あれあれやれ。行こうやん、行きましょうか。まさにもらった、グレート。グレート大事やからな。何もらったん？グレート。あ、グレート、グレート10個あるだけでも正直結構いけるからな。よし、パスします。いや、俺のあれが欲しい。よ
予定、あの、試合行くぞ。グレートちょっと見せ売りしてほしいわ。確かにな。ほんまに。いや、頼んどけば、なんか、ギルドの姉ちゃんに。ほんまな。もう頼んどけ。あそこグレート、あれな。まあ、入荷せえへんの。はーいっていう。あれって。せえへんの。せえへんな。絶対自分で作らなあかんの。うん。大樽爆弾聞いたら入荷しようらへん。あ、ジェシカさんおるし。この人の CG 撮ったら、間違いないやろ。お、道端にジェシカさんおる。それ道端ジェシカやんけ。それ言いたかっただけちゃうんけ。うるせえな、じゃあ。この人のギャグ、邪魔してるんだな。こっちが。おったえおったほら見て。ナンバー、ナンバー。ほんまや。真ん中やろ、多分。5番や、5番。5番合図1000回だから5番や。合図俺がする。5番行こう。5番や、5番や。俺なんか、流暢じゃん、私。まず、まあまあよっしゃ、行こう。まあ、先行まあ、先行なんかほんまご飯煮とんの。はい、行きましたよご飯っぽいな、だからほんまに。髪型も今ご飯みたいになったやん、若干。そうご飯の青年期みたいな感じやろ。来ましたよ取りましたよ、配合こいつは、あこいつも攻撃高いんちゃう攻撃高いな。こいつはな、さじ苦しめられた。頼むぞ、オッケーっていうか、一回だから合図してくれよ、いけたら。あー、もう、こいつ撃ってほしいね。そのアイテムやってるやろ。そらな。よっしゃー。アイコンタクトやっとるやん。アイコンタクト。あー、このな、この叫びがやばい。耳栓あるだけやっちゃうな。危なっ。ええー、な、耳栓つけとんや。俺も欲しいんやけど、耳栓。俺見ててどうした。あー、イヤホンか。危ない。危ない。あー、やばっ。あれ食らったら死ぬからな。マジで。やばっ。一撃や、あれ。お、早く死ぬ。やったー。多分一撃しちゃうからな、雰囲気。雰囲気一撃なの。雰囲気一撃。マジで。あ、よく言ってもだ。やばい。これあれで。あ、切れた。ジェシカさんが対応してもらうってことも、込み込み通りやっとった。危ない。これ食らったら多分、マイさん確実死ぬ。マジで、うん、俺から最初言っとけよ、これ。どこや。言っとやん、今。今言うやん、まだ死ぬ前に言っとやん。やめろよ、だが。あれやばいな。やばいやんけ、あれ。家だよ。結構な、広範囲やんけよ。あ、それも死ぬで、その、ドーン、ドスコーン。いつやったらじゃあ攻撃できんねん、俺。わからん。わからん。もう俺死にたくないねん、だが。おう。攻撃したいねん、そして。死ぬ以外は死ぬの結構俺も。わあああ間違いないな。間違いない。おい、おかよ。早すぎるやろ、死ぬの。なんかこれもうちょっと防具弱すぎるぞ、俺。ほんまに。防具も弱いし。あとは言わへんけど。何やと、はっきり言ってくれ、言うときは。言わんとこ。は俺やろ。これもう HP 下がったらもっとボロボロするんちゃうんかい。乗った。乗ったと言わんかい。乗ったー。危ない。あー、落ちちゃった。あー、もうこの HP 落ちたー。確実やな。え、落ちた。落ちた。何しとんだ、俺がせっかく乗り切りためたのに。ごめん。おい、もう。ごめん。だからやめてくれよ。ごめん。一番好きな乗りを多分奪っといてやで。いやー、マイスさんおれへんかったから、でも、見られてへんから大丈夫かな。罠の時間だー。そういう問題じゃない、タカ。そういう問題じゃないか。爆弾を僕は置きます。罠の時間だー、言わん。よっしゃ、爆弾を置く。罠どっかあるんちゃう、今。あれ、あれ。どこ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 。じゃ、罠にはめてから俺攻撃してくれ。あ、はまったー。はまったー。行け。爆弾を置こう、俺。急ごう、急ごう。俺爆弾好きやから、あーまた攻撃してやがった。オッケー。え、暗闇が溶けた。何これ。え、何これ。逃げた。いや、逃げてない。何これ、死んだっけ。怒ったらこいつ周り暗闇にしてまうねん。マジで。うん、なんか鱗粉みたいなやつで。恐ろしい能力。オッケー、尻尾切れた。グッジョブグッジョブグッジョブ。ナミカワグッジョブグッジョブ。ナミカワ。え、それ東京フレンドパークやんな。あんた。これはな、これこれ知らんのがやばいんだ。なんなん。砂漠の野球部で有名なコージー・ジョークラ先生のな、俺はキャプテンっていう漫画のな、うん、シーンの名シーン。名シーンやな。マジで俺全然知らんねえけど。このちなみに俺はキャプテンっていう漫画を知ってるやつは、タクによったら2人ぐらい。2人ぐらい。もっと知ったんじゃん。いや、あれは知らんわ、あんな。俺キャプ？俺キャプ。ただ通称俺キャプやから。マジか。どんな漫画を知ったか。うん。野球の漫画なんやけど、要はな、最初な、地味なやつ持ってんの。霧が来る、風が来る。霧に隠れるようなやつ持ってんの。そいつが、キャプテンに任命されると。そしてキャプテンに任命された瞬間に変わっていくやんな。その権力を武器に、ほう、調子乗り出すわけよ。え、霧隠れやったのに、うん、俺がもうキャプテンやと。おう、だから俺キャプテンやけど、俺がキャプテンやから、お前ら命令聞けた。
で、それで強くなっていくっていうゲームなんです。へぇー。ギャグ漫画みたいなもんや、半分。俺もう東京フレンドパークしか出てこへんかった。なんかそんな感じイメージない？なくない？グッジョブグッジョブなんか言わんくない？グッジョブは言わへんけど。波から出てくる。わーみたいな感じ。あー。あー、おった。もう終わってもたけな、あのテレビも。あの番組よう見とったんだから。結構好きやったな。撮れますけど、撮れますけど。リーダー。俺が。発動色覚えて。撮れてください。あー、俺めっちゃ嫌い。自分がやったら絶対できひんやろうなって。ちょどこ、どこおるんねん、これ。下着や。下。前さんどこおるの？おー、いきなり前線来てもだ。よっしゃー、行くぜ。先頭の最前線今おるぞ、俺。勝てそう。立つぞー。うわー、あーあああ。あららちゃん。こいつら蛇行、蛇行で突進してくるやつやばいな。やばいな。なんかたまにな、俺乗り回ってくるからね。ごめん。やばい、マジで。おこれちょっと無理じゃん、ほんまに。一撃なんやけど、俺。悪い。ほんまに。こんなの奪われたら、俺としてはもう何もできんで。ノリってそっちのノリな。ノリな。ちょっとこれもう、ほんまに強すぎるわ、敵。まさ、もうテンション下がってことやねん、会社の。いや、ほんまにあれやん。ほんま一撃なんやもん、俺。一撃ってことやん、会社。ボロ負けすぎてほんまにもう、あれなんやけど。ランク俺らも結構でも最近厳しいないやん。そうやな。まあ、こいつちょっと勝ったんや。俺らもキークエしかクリアしてへんからな。ランクは一緒ぐらい。うん。わらの時間が。おお、終わらはまっとる。これ、たか今どれくらい HP 減ったん敵の。いや、もうだいぶ減っとうで。マジで？もうちょっとちゃうかな。もう全然攻撃してへんわ。もうちょっと？もうちょっと。もうちょっとけ。でも今、前さん来たら。いや、じゃあもう行くしかないやん。この動画面白くなるために。面白い？何も画面。はい、撮りました。ふぅー。何も画面今、ええとこないけど。見とこ。あー、かかかかか。頼む。落ちたかんで。誰が持ったんだ？これ、ノリ名人やろ。ノリ名人。一個ちゃうわけよ、レベルの。ほう。あー！見てくれー！やめてくれ！頼むぞ。あー！お前もその角、オッケーやろうか？よっしゃー！来た来た来た。ラストスパート！ロー人形にしてやろうか？よっしゃー！危ない危ない。なんか人がデーモン小暮とな、あのスラムダウンの小暮兄弟らしい。知らんな。漫画の世界とあれなん。小暮の決め手にしたら両人形にしてやる。あ、そうなん。小暮の決め手。へぇ、うわー、回復してみた。グッチョル。これちょっともう勝ちたいんやけど、もうちょっとやもんな。あるぞ、うん、あ、危ない。えもう石に死ぬからほんま近づけへんでしょ。これもグレート装備や。タカとかで何発ぐらいこっちの攻撃耐えれるの？何発？え、一発は耐えれるやろうな、多分。二発は死ぬ。二発は死ぬんちゃうかな。二発はやばい。今攻撃できるときはもしかして。今はできるな。できれば、後ろ足かな？後ろ足。多分そうかもしれない。え、やばい！ほんまにやばい！これは。狭いな。危な。俺は死にたくないやん。俺もじゃあ後ろ足狙ってみよう。あぶねー。あぶねー。まあ後ろ足狙うやったらハンマーじゃなくてもええやんって思う。あ、今頭狙われてる。何しろやん、誰に吹っ飛ばしたの。ちょっと待って、前下危ない。前下すぎやばいってこれ。ふう。やっぱハンマーで頭狙わなあかんもんな。そうなんやな。だからみんなあれやん、ハンマーやめた方がいいっていう。だからやん。だからハンマー難しいからな。死にやすいってことだろ。死にやすいな。だから俺クラスの時やらせていいことや。それはもうじゃあダークソウルめっちゃ強いから俺。おぉ。ちょっとどこ行ったん。ダークソウルとモンスターズ若干似とる部分もあるからな。おぉ。え、そうやん。似とうかこれ。同じやん言うたら。で、かわしてやられて、相手のパターン読んで、そうやな。まあ、そこら辺は。ダークソウルの方がパターン読みやすくない。アクションゲームとしては一緒やな。モンスターズの方がむずい感じするけどな。これは言い過ぎやな。言い過ぎな。うん。ダークソウルの方がやっぱむずい。まあ、正直俺ダークソウル。ほう。モンハンも結構むずい思うけどね。お、進歩したらラッキー。ヤフー。もう取ったわ。あいつがどこに行ったかわからん。いや、モンスターンターはまだいいとこやな。他人数でできるやん。そやな。ダークソウルな、正直な。霊体ってな、結構なんか。確かにランダムやもんな。ランダムやん。うん。どこ行ったん、あいつ。よっしゃー。ハウ寝とんちゃうかな、もう。8番 ?8 番。タガ？うん。あれ？あ、寝てはるわ。寝てはるわ。寝てはるわ。タガハン？どうするか知っとる。爆弾起きたかもね。ちょっと俺も爆弾起きたかったやん。おっとおっと、大樽爆弾。
罠の時間だ。罠ちゃうな。これ置いとったやん、ここに。これ、ね、うわ、G や G や、ウォータルバックの G。 オッケー、行くでー。危ない、入れてー。ははははは、あー、食らった。でも死んじゃない、こいつ。ほんまや、切り離った。なんでこれ切り隠れかせますね、これ。ほんまや、こんなに切りかかっとったっけ。切り隠れやんけ、これ。ほんまに俺初めてなんやけど、こんな切りかかったの。どうなんだよ、初めてやけど。なんかアップデートされたのかな、これ。怖いじゃんけよ、これ。をめっちゃ見にくいんやけど。ほんま見にくい、これ。ちょっともしかしたら死ぬかもしれんな、まだ。見にくい。え、見にくい、見にくい。見えへん、危ないって。ちょっと近づきたい。見えへんぞ、これ。マジでマジでやばい、俺も見えへんもん。罠仕掛けた。今、かろうじに見えとうけど。罠仕掛けた。頼むぞ、罠かかった。いや、あ、霧晴れた。晴れた。うわぁ、どこで罠。こっち、こっち。お前さ、死なんとてよ。いや、死なへんじゃん、俺。逃げとんやから、今。来た、ラストや。おぉ、残してやんけよ。ふぅ、くそ。はい、捕まえました。やったね。さっき罠もっと攻撃したいし、俺も。俺うまいな、捕まえる。こいつほんま。うまいな。えい、モルくん投げだった。ああ、もう全然正直攻撃できなかったわ。このレベルのクエストほんまに無理やな。現状の実力では。レベル上げとかんかいで、ほん。武器というか防具やな、これ。武器はダメージ与えれないけど。うん。防具が、あとプレイングじゃダメか。プレイングかな。頭にぶつけるっていうのはほんま結構むずいな。難しいな。ハンマー、ハンマー好きなんやな。でも俺うまなってからハンマーしてんちゃう。あー、一旦他の武器にして。うん、はい、どうしようかな。ランスケ一番なんかほんまに死ににくいやつがよ、俺一旦。いや、総中魂も最強なんだった。いや、総中魂は違うと思った俺は。めっちゃ強いだって。いや、強いのは分かるけど。強いね、総中魂。ランスは、ランスあれ遅いでも動くん。使いやすいやつってない。片手剣やろ。片手剣ありやな。片手剣、片手剣めっちゃ使いやすいやろ。一番使いやすいかもしれへん。でも俺は使いにくかったけど、俺使いやすいランキング俺上げたら、過去モンスターだったら使いやすいランキング1位が。じゃあ一旦これもあれか、あれ27分いっとうから。総中魂もね、やっぱ総中魂。ほう、あー、あと資料部 A 段、まさに資料部 F 章です。はい。でこれもう一旦終わろうぜ。終わるか。え、これどうやってあれやん、言ったやん。ここはまあ一旦終わって、一旦終わって、じゃあじゃあ一旦、ここら辺で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。